それでは試合に先立ちまして両選手へ花束の贈呈です。まずは元ボクシング日本チャンピオン K-1 やドリームなどでも活躍した渡辺和久選手より両選手へ花束の贈呈です。渡辺和久選手です。 K-1 ワールドマックスにも出ていました。今巌流島にも出てますね。ボクシングの選手、そうですね、グラップリングマッチになりますね。エキシビションマッチなので続きまして、タレントでもありリオオリンピックマラソンカンボジア代表としても出走いたしました猫ひろし様をお願いいたします。猫ひろしさん、猫ひろしさんのご覧ください。皆さん、あ、ただいま猫ひろしさんからですね、こちら花束の贈呈です。猫ひろし、猫ひろしです。よろしくお願いします。こちら花束の贈呈でございます。行くぞー、おめでとう。ちっちゃく見える二人とも頑張ってください。すごいですね。旧日本人でした。旧日本人日本語はバリバリね。なるほど、ここでね写真撮影、これはね高山義弘さんのチャリティーエキシビションマッチとなりますんで、そうです、高山さんがねちょうど1年前の今にですね、あの怪我をしてしまいました。今入院中ということでね。はい、今選手のいる一方向のみとなりますので、カメラをお持ちの方ぜひあのこちらにお参りください。マーク、行くぞ。そうですね、カンボジアの方すごいですからね今。そう、はい、不法入国じゃないですか。不法入国、なんてこと言うんだよ。絶対ちゃうから、なんてこと言うんだよ。ちゃうから、マーク取られて宇宙人、ね、いや、またこの2人がまた揃うっていうのがすごいことですから ねすごいね。これはすごい。渡辺和久様、猫ひろし様、ありがとうございました。さあ、夢のレジェンドマッチ、まもなくゴングです。ちょっと鳥肌立ってきたよ、これ。鳥肌ものでございます。これすごいわ、生で見ると。マッハー、さあ、ライジンではなく、マッハ祭りを見ろ。互いの誇りをかけ、激闘を再び。花火ありがとう。本日の第7試合、ミッドアルファプレゼンツ高山義弘選手応援チャリティーマッチ3分2ラウンドを行います。武田さん、ありがとうございます。マッハウェイト100ぐらいあるでしょう、ゴミ前走になる。すごい、いや、すごい、今でもすごい。第5位、シュートウェルター級王者並びに初代プライドライト級王者、ゴミ高田のり。大晦日以来の戦い、ゴミ高野第4回シュートミドル級王者、桜井真帆ハヤト。今日のゲームは鬼神の武蔵桜井真帆様へ優勝が届いております。またこの試合は柔術マッチとなっております。柔術マッチ、梅田康介。さあ、ただこれエキシビションですが、マッハさんはガチで行くと言ってましたんで。柔術マッチ、柔術マッチはね、寝技ですよね。花火広げとんね。そうです、打撃はなしで寝技で掛け合うということですね。寝技で掛け合うね。そうです。ただこのゴミさん、桜井マッハさん、お互いの寝技見れるっていうのはすごいですよ。いや、これすごいですね。あ、これはすごい。さあ、注目です。いや、もう13年ぶりの対決。さあ、どうなるか。閲覧がすごいですね。閲覧跳ね上がりました。閲覧超えました、閲覧、はい。さあ、ゴミ高野より VS 桜井真帆隼人。さあ、お互い今道着を掴んでいます。さあ、道着を使うのはマッハさんの方が得意なんじゃないかなと思いますけどね。あ、そうなんですね。普段ずっと使ってますから、ね、あ、なるほど。ゴミさんは裸でね、試合をよくします。はい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 。さあ、こちら引き込みはゴミ高野より。お互いの寝技見れるっていうのはすごいレアなことですからね。さあ、こちらどうなるか。マッハー、行けー。白い道着が桜井マッハ隼人、青い道着がゴミ高典です、ね、そうです、もうご存知ですね、皆さんご存知でしょう、うん、お互い寝技得意ですか。マッハー、行けー。そう、キッズたちの声がね、半端ないですね。マッハ道場のね、方も来てますし、うん、ゴミさんのファン多いですからね、うん、でゴミ高典選手といえば、あの去年の大晦日、八千代佑選手とね、あわやのところまで行きましたから、今一瞬パパって聞こえたんですけど、それはちょっと僕の勘違いでしょうか。それ勘違いです。勘違いですね、はい、もう無理せな。マッハー、桜井マッハー隼人選手もですね、はいはい、未だに世界狙ってますから。あ、坂田渡選手と2016年の大晦日、ゴミ高典上になった。
ただマハさんも下からの攻撃うまいですからね、うん、下からは桜井マハさん、これは青木真也選手との対戦の時もこの体勢から逆転して KO 勝ちしました。さあこれはマハさん負けんな。ただマハさんはこの体勢からでも得意なんですよね。あ、なるほどね。ああー、これ立つのやっぱりうまいっすね。あ、うまい、あすごい、あーって感じでした。第1ラウンド残り時間1分、小木選手もあーって感じでしたね。そうですね、あーって感じ、本当にお互いに打撃も寝技もできる、何でもできる選手。やめろ、やってるよ。なるほど、地上波では堀口教授 VS イアン・マッコール。今のは1本ですか？1本で、柔道だったら1本なんです。柔道だったら1本でしょ？柔道だったら。ただお互いこれ、昔ですね、はい、実はあの木口道場というレスリング道場があるんですけど、残り時間30秒、先輩後輩に当たるんです。そうなんですね、先輩がマハ、ある意味の同門対決で後輩がゴミ、はい、あ、ちょっと無事言ってよ。13年前の2005年の時は、マハさんが負けちゃったんですよね。残り10秒残り10秒です。マハさんお腹が見えちゃってます。そうですね、ちょっとお腹見えてます。立派なお腹がね、ちょっと見えてますけれども、第1ラウンド終了です。第1ラウンド終了です。さあすごいです。さあ小見貴則さんもこれ左の、小見さんの左のとこ切れてるんじゃないですか。切れちゃってますからね。切れちゃってます。切れてます。アタックが切れてますからね。はい、いや、その切れてます。長州立派小見さんの世代。小木さん、腕大丈夫ですか？さっき腕気になってますよね。見せてくれますね。そうですね。さあ、ただ皆さん、こちら第2ラウンド注目です。マホさん、まだまだへこたってません。へこの先セコンドセコンド。さあ、雷神見ずにマハ祭りを見ろ。さあ、第2ラウンド、まもなく開始です。ファイナルラウンド。マハマハ行け。さあ、こちらマハ、負けろ。ほら、ほら、おっ、これお互いやはり上手いですね。おお、最後に行きましたけど、マハ雷神終わりました。ゴミいっちゃってーと、堀口教授秒殺勝利。いや、トンペイさんどう思いますか？いや、これはですね、実力のほどは、実力のほどは今まだ五分です。五分ですか、やっぱりまだどっちが言ってるっていうのは分からないです。私もそう思います。はい、いや、分かってる。絶対知らんやな。分かってますよ、分かりますよ。ほんま？じゃあ、マハさんはどういう人ですか？マハさんですか？あの、あれですよ、あの野生のカリスマですよ。そうです。ゴミさんは炎の、炎の、あれですよ。ゴミですよ。いやいや、それさっき言うたやつ。お互いの、一緒にね。はい。知ってますからね。さあ、ただこれ、この寝技の対象。寝技からね。はい。上からね。解説石川の隆起でしょ。違う、全然違うだろ。中西さんやから、中西。いや、これはね、おマハさん、あれが得意ですね。マハさん、ゴムメ投げ、ゴムメ投げましたね。ゴミさん、これ腕痛めたんじゃないですか。腕やられました。あ、ちょっと、あ、ちょっとゴミさん、腕これ大丈夫ですか？腕痛がってますね。腕が痛がってますね。ちょっとさっきの寝技でね、腕ちょっと、ゴミさん腕が心配ですね、うん、腕大丈夫でしょうか。ただゴミ高典、桜井マハ隼人、13年ぶりの対決、お互い負けれないという気持ちです。13年の時を経てね。そうです、マハさんもね、13年前は KO 負けをね、食らってしまったのでね、じゃあここはぜひともね、今回絶対負けたくないでしょう、うん、負けるわけにはいきません。そうです、あの時はゴミ高典、残り試合時間1分、さあ1分でございます、ね。ゴミ選手は川尻達也、そしてルイス・アゼレードといった選手を倒しました。マッハ選手はジェンスパルダ、ヨアキム・ハンセンを倒して決勝戦に挑んだ2005年のプライド男祭り。さあ今回はどうなるか。そうです、13年ぶりです。2005年の大晦日に一度戦ってます、2人は。
残り試合時間30秒富士山の左腕がちょっと心配ですね。あこれゴミさんの左腕ちょっとレフリー見た方がいいんじゃないですか。大丈夫かな。残り10秒ゴミコールが来ます。さあマッハさんも負けれない。ゴミさあ決めちゃう。ゴミが上になる。試合終了。試合終了です。なおこの試合に勝敗はありません。戦いました両選手に盛大な拍手をお願いいたします。ゴミーマッハー花火ありがとうございます。ゴミさん、いやすごい。それでは激闘を終えました2人の選手に一言ずつ伺っていきたいと思います。この気持ちはですね、緊張ですね。場内の皆様一言お願いします。高山選手にも通じてると思います。これ大丈夫ですかね。はい、あ大丈夫。マッハさん重いです。今日ありがとうございます。最初の投げと、まあ、1本取られててもおかしくないぐらいの、まあ、アンブロックは、まあ、1本取られてそんな感じです。ただ重いです。富選手ありがとうございました。これでは桜井マッハ選手お願いします。皆さんありがとうございました。本当にごめん、ね、強かったね。すごい。いい試合です、ね。本当に。本当に素晴らしい試合だった。リベンジ。本当に皆さん。高山選手。見てますか。この気持ちは絶対ですね。高山選手さんにも通じてると思います。皆さんあの応援募金やってますんで、お願いします。チャリティーでね。ぜひですね、見てる方も、ね、私の練習相手ね。これ見てる方もツイートとかで高山さんのことツイートしてほしいですね。そうですね。ぜひ募金でね。お願いします。彼とあのね、私の差しの相手彼。おおすごい。あのほら。えこれ。あれお相撲さん出てきましたけども。今マッハさんと同じ、ね、バスケでこの間ね一緒に一緒に練習します。受けててねちょっと一言大きなです。ゴミさんマッハさん素晴らしい試合をありがとうございます。もうこちらもあまりこういうお客さんとして戦うのがないのですごく新鮮な感じです。楽しませていただいてます。まあ、ちょっと宣伝なんですけど5月の13日から大相撲5月場所が始まりますので応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうお相撲さんです。はい、ちょっとあの普段やってるちょっと差しちょってできる。おなんか始まりますよ皆さん。始まりますやる、はい、これもすごいまたカードですね。ごっつんですって言わない。おおはい、あの彼トレーニングしてるんで今私も体重がないと座ってしまうっていう意味で本当に皆さんごめん本当にあとすごい素晴らしかった。もうやっぱグラップラーでもすごいやらないグラップリーでもすごい強い。本当にまだまだいい試合続きますんで皆さんまあ帰っても本当に普通にエキシビアって初めだったんですけどいろんなあのエキシビアできませんって言われてまあいろんな経緯があったんですけどありがとうございました、ありがとうございました。ありがとうございました。みんなで思いますどうぞまずはお二人でこの気持ちは必ず高山義博さんにもつな触ると思うんで、これはね皆さんぜひよろしくお願いします。みんなでつなげましょう、まあ、みんなでねこれ募金、まだ未だに戦ってますから高山さん、はい、ぜひ皆さんでよろしくお願いします。はい、つなげましょう、はい、ここにゴミさんとマッハさんも登場しましたよ。もう素晴らしいですね。2人もよかったら来てほしいですけどねこのふわっちの方にも。うんで来れたらちょっと来ていただきたい。ちょっと緊張しますからね中西さんがね。あ俺が緊張しますからね。でも中西さん今ちょっとちっちゃい声で、はい、俺やったらマッハに勝てるから、ね、お見方で緊張して桜井マッハにありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。いい絵ですね素晴らしい。
いや、マハ祭り盛り上がってます。楽しい。さあ、来週も終わってるので、試合がちょっと終わってきたらしいので、はい、今からまた見てる人も増えてるんで、これから流れてくるという感じでね、はい、はい、ありがとうございます、本当に皆さん。ここは新宿フェイスから5月6日ね、お届けしております、はい、お届けしております。はい、さあまだまだ後半戦これから始まっていきます。これからも楽しい、あの面白いね、試合がね、はい、なんか原田雷神すげえわ、やっぱすごい2人っすね。いやすごいですよ、雷神もすごいけど、